今回ご紹介するのはグラビアアイドルの柳瀬咲さんです。豊満なバストが魅力的な彼女の経歴に迫ります。柳瀬さんは1988年4月23日生まれ、千葉県出身。身長153センチ、スリーサイズはバスト100、ウエスト63、ヒップ90でカップサイズはアイカップです。幼い頃から芸能界に憧れていて、大学3年生の時に女優を目指し俳優の養成所に2年間通っていた柳瀬さん。養成所所属中に公開オーディションを受け芸能事務所に入所し、柳瀬咲名義で活動を開始。女優志望だったものの知名度を上げるためグラビアアイドルとして2014年にデビューを果たしました。デビューから2ヶ月後に汐留グラビア甲子園に出場して注目を集めた彼女は、アイドルオーディションザクザクインでもファイナルに進出。2015年2月には初のイメージ DVD ミルキーグラマーをリリースし、アマゾンアイドル DVD ランキング1位を獲得しました。さらに写真集ブレシングも発売するなど、26歳の遅咲きデビューながら異次元の100センチバストを武器に人気グラドルへと成長していきます。また熱いぞ猫がや、素敵な3人組、悟られ、西山幸男の場合といった数多くの舞台や映画、教科書にない4、緑虫の夢にも出演しました。その後もグラビア活動をメインに順風満帆な芸能生活を送っていましたが、2018年6月に突然芸能活動を休止。2ヶ月後にインスタグラムのアカウントを開設してプライベートの画像を投稿していたものの、公の場での活動はなく引退の噂もささやかれました。しかし2年半後の2020年11月、復帰の報告と合わせて芸名を柳瀬咲に改名したことを発表。ちなみに活動休止の理由については一切説明されておらず謎のままです。復帰後は再びグラビアアイドルとして活動を始め、2021年6月に DVD をリリースしました。同年11月にフリーランスになってからも写真集、カレンダー、トレーディングカード、T シャツなど様々なグッズを販売。また、全国各地で撮影会やイベントを開催し、ファンとの交流を積極的に行っています。そんな柳瀬さんは2024年1月に最新 DVD、僕だけの女神様をリリースしました。デビュー10周年となるメモリアルな作品で、妖艶な大人の色気を惜しみなく披露。セクシーなナース姿やアイカップのバストを極限まで強調した水着など、大胆すぎる衣装で見るもの全てを誘惑します。2024年4月23日に36歳の誕生日を迎え、ビキニ姿の写真を自身の X にアップした柳瀬咲さん。これからも彼女の活躍を応援しましょう。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは様々な女性有名人をご紹介しています。よろしければチャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いします。